こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日はじゃーん、ホームパイをおやつにいただきたいなと思います。あの、皆さんね、一度は食べたことあると思うんですが、よいしょ、ホームパイですね。今こんな感じのパッケージなんですね。おしゃれ。そうで、しかもですね、なんかこうラッキーホームパイを探せというので、今あのホームパイにあのペコちゃんの焼き印があるのがラッキーみたいですよ。今そんなのやってるんですね。じゃあ、あの早速いただきたいと思います。けどホームパイ結構久々なんですよね。焼き印は入ってなかった。焼き印は入ってなかった。もう一個入ってるかな。焼き印は入ってなかったですね。焼き印ね。今ありますよね。あのミルキーで四つ葉のクローバーがあったら幸せになるとかよくありましたよね。はい、いただきたいと思います。バターの風味がすごいですね。これもコーヒーに合いそう。美味しい。昔ながらの優しい味わいですよね。あの心が安らぐけど、ほんと幸せな気持ちになりますよね、こういう甘いもの食べた時って。はい、ごちそうさまでした。あの残りは まだいっぱいあるのでね、あのゆっくり食べたいと思います。はい、ということで今日はホームパイをおやつにいただきました。ご清聴ありがとうございました。